劉備は孫権と手を組み、赤壁に曹操の軍を打ち破った。だがこの勝利は名手孫権の心に暗い不安を宿す。その後劉備は孫権から縁談を持ちかけられ江東へ赴く。相手は孫権の妹孫昌公。この婚姻をもって互いの絆を深めようとする計らいと思われた。元より憎からず思う二人、劉備と孫昌公はこの話に喜ぶ。しかしこの縁談は劉備を後の脅威と考えた孫権の罠であった。孫昌公をめとり後に滞在する劉備に孫権の刺客が襲いかかる。危機を脱するべく孫昌公の手を取りかける劉備。護衛として同行していた張雲も主君らを守らんと奮い立つ。謀略渦巻く江東に体得の脱出劇が幕を上げる。信じる者のため張子竜いざ参る。張子殿との縁談を罠とするとは。だが今は急いで脱出するのが先決だ。殿と孫昌公殿は私が守る。さらに孫悟の軍命血を開けよう。そなたまで危険となろう。気にしないで。私は天職様の罪を食って決めたんだから。素晴らしいご活躍。
せやがる。お見事です。
少々大行だが、カリとは全力でなすものだ。大丈夫だろう。さあ、我々を待つ皆のもとへ帰ろう。